どうもマイトワインです。続きましてやってきたのは日本一長い直線でおなじみの国道12号線沿い、死亡事故も起こしてしまったところの交差点の近くであります。道の駅ハウスヤルビーナイエ。ここはそばが美味しいんだそうだけど、ラーメン岩鉄っていうね、なんかお店があって、ミルクソフトクリームみたいにもソフトクリームが美味しそうなところもあります。ここはとりあえずこんな木造チックなロッジ風の全貌でございます。以上、マイトワインが内江の道の駅からお送りしました。